マゴメド・マゴメドフは、ダゲスタン共和国出身の男性の雲へ。スコーピオンジム所属。アースラン・マゴメドフは実刑。ラマザン・ラマザノフはいトコ。モハメット・マゴメドフとも。2004年5月5日、王者ネイサン・コーベットの持つムエタイのタイトルに挑戦。5R 判定負けで、獲得失敗。2006年5月20日、 K1 スカンディナビアランブルオブザキングス2006でマイケルマクドナルドエロールジマーマンリカルドノードストランドをそれぞれ判定で下し優勝2006年8月12日 K1 ワールド GP 2006イン LAS ベイグス2で行われた世界最終予選に参戦予定であったが直前に出場をキャンセル代わりにゲイリーグッドリッチが参戦した 2006年12月16日、K1 チェコ予選で優勝。2007年3月10日、K1 クロアチア大会で、ステファン・ブリッツ・レコに判定勝ち。注目を集める。2007年6月23日、K1 ワールド GP2007 イン・アンスターダムで行われたヨーロッパ GP の1回戦では、ハンガリー大会王者、マキシム・ネレドバに判定勝ちするも、準決勝では、 ビヨンブレギーに、小負け。2007年11月2日、K1 ターキーグランプリ2007インイスタンブールで、空間先と対戦。1R に、左ストレートでダウンを奪われ判定負け。髪型を、坊主頭に変えた。また、試合後に先と大乱闘になった。一戦一敗。ありがとうございます。